日本中部地方長野県長野市第一地区、西長野西長野は長野県長野市の市街地北西部にある地域。西長野町、新諏訪町が属するが、長野市街地内の町については、住所表示の際に大技を省くことが多く、郵便番号もそれぞれ単独で与えられている。また、町名のほか袖長野、塚原といった小技があるが、これらは、 原則用いないことが長野市の慣例となっている。つまり、長野市立西部中学校西側の県有地を例に、取ると以下の三通りの表し方があった。しかしながら、こうした慣例は、市外から来た者にとってわかりにくく、また町名が収載されていない地図も多く混乱を、来たしてきたため、長野市は2010年に新諏訪地区について、住居表示を施行した。 ただし、新諏訪地区以外の大技長野、大技南長野、大技敦賀などでは、依然として、蒸気のような、複雑な住所表示が続いている。全域が、長野市役所第一地区の管内である。なお、本校では、住居表示を施行した新諏訪についても扱う。大技長野にまたがる大城地については、長野大城地を参照。西長野は、 長野市街地の北西の外れに位置する完成な住宅地域である。裾花川の谷口に位置し、地域は線形に広がる。北西部は桂山の山地である。中央部を国道406号が東西に横切る。周囲は以下の大技、町長と接する。明治初期には長野県庁が置かれ、周辺は館長街となったが、 1908年の火災で消失し、転出。その後は、長野市藩学校と、その付属小学校、旧制長野中学校が残り、一帯は、文京地区となった。現在でも長野市藩学校の後ろ身の、新州大学長野キャンパスがあり、周辺は、小さなアパートなどが多い、小さな学生街となっている。大技西長野と新諏は1.2丁目の範囲は、 おおむね1881年時点の、上身の地群西長野町の範囲に相当する。旧腰村西長野町の歴史長野市西長野の歴史新諏訪町は、長野市街地の北西の郊外に広がる町。新諏訪1.2丁目がある。郵便番号は住居表示実施地区、未実施地区ともに380の0873。裾花川の谷口に位置する。国道号が、 町の中央部を東西に横切り、一丁目と二丁目との境をなす。周囲は以下の大技、町長と接する。1882年の鴨神社、諏訪神社う治股間の合意をもとに、1936年4月に西長の町から分かれて起立した町で、町名は諏訪神社に由来する旧、越村の字から名付けられた。その後、 長野市の管理的な住所表示のわかりにくさから、裾場川沿いの里島発電所付近や北側の頼朝山付近を除いて2010年2月に住居表示が施行された。諏訪神社前にある売り割り化倉庫2丁目の諏訪神社には塩化法納の風習がある。1836年に薬病が流行った際、移用。 小石の香りに効能があるとして奉納された森園花が始まりといい、以後毎年秋祭りの折に奉納されている。終戦後も全国の先人を切って1945年9月に花火を打ち上げたが、翌月には GHQ により火薬製造が禁じられることとなった。現在の演目は御神前、デーボタン、立花、期待花、仕掛け、売り割りの花、木を焚き、 スターマイン、対抗日など。1998年には、売り割り演歌として、長野市選択無形民族文化財に選択された。地区内の人口及び、世帯数は、以下の通り。路線バス国道406号を走るアルピコ交通の、以下の路線系統が利用できる。新諏訪一丁目、編集新諏訪二丁目、編集、大技西長野新諏訪町、編集西長野町は、 新州大学教育学部を中心に広がる町。郵便番号は380-0871。国道406号が町の中央部を東西に横切っている。周囲は以下の町町と接する。旧西長野町から1936年に新諏訪町を1941年に往生地を分けた残部を町域とする。町域の多くは 歓声な住宅街であり、以前の大町街道である桜枝町通り沿いには、桜枝町同様に古い商店が立ち並ぶ。現在の新州大学教育学部の地に、1874年から1908年の消失まで長野県庁が置かれていた。その後1913年に妻家の現在地に新築、移転された。地区内の人口及び世帯数は、 559世帯1、107人。路線バス国道406号を走るアルピコ交通、グルリン号の以下の路線系統が利用できる。ありがとうございます。